ラップにしない。ちょっともう一つ一つだけ聞きてんだよな。ちょっと考えてもう入ってくれないか。はい、それでは次のグループお願いします。おいこらー、神田君らー、イグチュー、おらー、下から、おらー、そちで忘れたの痩せねえからな、おいこらー、福岡のトニーじゃん、僕あ、てめえ、クソどうしてんねん、クソじじあ、バラバラしちゃけろ、お前男みたいな顔しやがって、これお前、殴ったな、あ、まあ、覚えてねえのかよ、おいこらー、忘れたの言わせねえぞ、おいこらー、せやごめんなよ、おい、行くわ、あいつこれ手出しちゃうんだろ、なんで俺だけ止めんだよ、ほんとどこに進めてんだろ、何を進めてんだろ、これ下かな、お前あ、これ進むぜ、うるせえやてめえ、何でかねえか知らねえけど、俺は相手してっからお前、来いよ、俺。上等だ、何でかねえ、俺。上等だ、古くて、お前、強くて、何かが知らねえけど、お前。お前、血だらけにしてるよ、お前。お前、血だらけしてるよ。なあ。バンさんが、あんなに取り乱すところ、感情的になるところ初めて見ましたね。どこの誰だかよくわかんねえなってのは。なんだとてめえ。思い出したよ。くせよ。自己紹介お願いしてもいいですか。はい、九州喧嘩島、対抗戦にもいたトニーじゃ。記憶ねえぞ。おめえよ、俺は対抗戦に呼んどいてよ。お前どういうことか知らねえけどよ、お前。お前何集合時間より先に始めてんだよ、これ。ふざけんなよ、これ。知らねえよ、お前なんかよ。なんだとてめえ、お前福岡代表、お前負けてんじゃねえか。あ、お前俺を選ばなかったから福岡負けたんだよ、これ。そうか。あ、なんだとてめえ、お前殺すぞ、お前。さっきが靴掃除じゃ。あ、靴折るぞ。なんだとてめえ、だからなんだよ、俺。だろ、俺壊したよ、俺。どうすんだ、お前、場所パンチすんなよ、お前、俺とやれ。あ、で次の方どうぞ。はい、静岡県焼津市から来ました市議会議員をやっている石原孝之です。ここに来た目的は、自分も昔相当やんちゃしてまして。お前、お前何過去の栄光に浸ってんだよ。栄光じゃねえ、くそ、やる気あるのか、これ。はい、こっち人生かけとんじゃん、まで。あ、売名できたらお前消えろ、お前。お前だ、うるせんだよ、なんせんだよ、なんせんだよ、これ。あ、福岡なめんなよ、これ。うるせんだよ、お前。クソがターザンみたいな見た目しやがってよ、お前。サンダ賛成。あ、うるせえ、お前。サンダ賛成。おい、井上。おい、やめろ。おいや、これ。あ、何よ、お前。やんのが俺だ。あ、飲めんだよ、これ。殴れねえんか、お前。殴れるよ、おい。来いよ、おい。あ、来いや。お前が来いよ。来いでこい、お前。来いや、お前が来いや。やらしてもらっていいですか、変わってもらっていいですか、こいつ。おい、俺が代わりに来てやるよ、お前。おいおいおい、来てるよ、来てるよ、お前。あ、そこを試合決定しますか、じゃあ。やろうぞ、お前。俺お前みたいに喋れねえからさ、喧嘩しかできねえんで。あ、そう、じゃあ拳が対応や。あ、それでいいよ。いいよ、やってね。マックス、やらせてください、こいつか。わ、殺すんだ、殺すんだ。お前殺してやるな、お前。おい、よっぽいよ。さあ、これ。おい、井上見てるか。あ、お前なんかオーディションで俺にビビっとったけどよ。まあ本当お前バラバラにしちゃうけど、お前あ、タブみたいな見た目しやがって。森に帰れさ、お前。はい、それでは一番前の彼からですね、自己紹介をお願いできたらと思います。せやです。サクラメクル CO とは中学から の友人をしていて、何度かちょっとオファーもらったんですけど、ちょっとコンプレックスがあって自分、そのコンプレックスのちょっと覚悟ができたんで今日ここにいます。それはここで話すことできるの？
そのコンプレックスは。できますけど、まあまあちょっと、うん、恥ずかしい。ちょっとそのもし言える限りでいいからさ、コンプレックスの部分、人生変えに来たんだったら言ってもらっていい？はい、実はちょっとちょっと結構でかくて自分ね、あそこが、はい、でモテなくて。でかいことが悩みなの？そうですね。 でもよ、キョってモテねえってなくねえか別に。いや結構そのベッドまで行ってその見せる、もうごめんなさい。え、それはちょっと待って、その通常時ででかいの話してんの？うん、結構センシティブ。通常でも結構でかいと。だって人生変えたくてここに出てくるほどの大きさなんだろ。そうですね。ちょっと立ってみろ一回。どこがどうなってんの？それファールカップ、ファールカップお前入れてるだろ。それ入ってないっすよ。ファールカップ入ってるしかねえ。バカ野郎。いや今これ通常です。なめてんのかお前。お前ファールカップニキって言われるぞお前。バリでかいやん。え、それでそしたらどういう状態なの？手でジェスチャーしてみて、その、うん、どうやってやるんだよ。ちょっとどの距離感で見せてみるか。格闘技も距離感。お前うちの人だよ。そんなやろお前。バカ野郎お前。舐めるなこの野郎。ネタじゃなくて本当の話ですか？そうです、ね。うん、みっくんも中学の時から噂はすごかったんですけど。もう一回見せてくれよその。うん、なんで前回入れてる。やっぱお前ファールカップ入れてるだろう。お前やる。なんで悩んでんのにスキニーパンツ履いてきたの。全然そんな悩みじゃなくない？悩みは全男性が。これ人生変え、どう変えんのそれの。どうする、出てきてどうしたいの。やっぱその女性、他の女性とかも見てくれる人いるじゃないですか。私だったらみたいな言ってくれる人がもしいればなと思いまして。戦ったりはできんの？ブレイキングダウンは一応そういうコンテンツだから。あ、もちろん。あ、でも地元の中学の1個上なんですけど、うん、一番突っ張ってました中学の時は。じゃあ昔は喧嘩上等みたいな。自分と同じ階級ならもう負ける気はします。昨日天狗見に来てて、西島君にも勝てるみたいなこと言ってたんで。西島教員に勝てんの？いけますね。どっからの自信なの？なんで西島に勝てると思ってる？やっぱ階級も同じだし、別にその1分間なら俺には勝たれへんねん。いや勝てるでしょ。勝てるでしょ。対峙した感じ勝てそうですか？勝てますね。無理やろ。やろうやったな、やったな。こい殴れ。おい、こいこいここでやるとな。マジか、明かせん。ちょっと目変わったね。話すやん。空気が変わりましたね。実力は分かりづらい。じゃあ実力が見たい。もう伝わりづらい。もうスパーリングで実力見せてもらってもいいんですけど。スパーリングできる？あ、ファールカップが入るんであれば。ファールカップ入るやつありますよ、ここ今。ちょっと裏に一応あるんで、ちょっとスタッフ一緒について見てきてもらってもいいかな。ちょっと一回ファールカップ試着してきて。すいません。これガチ、本当にこれでネタかどうか分かるんで。ファールカップのサイズがない、大きいサイズがないみたいな。ファールカップからはみ出ちゃう感じですか？大きいサイズがないみたいな。そう、今ある。でもさ、3つ用意してるじゃないですか。1つもきついってこと？1つも入んない。1つも入んない。用意してる。マジででかいやつか。どこ行ったんすか彼は。で戻せます？入らねえって、すげえ。リアルだぞ。リアルなの？リアルだった。リアルって入らなかった。お前面白いな。なんかお前好きだよ俺。なんか面白いよ。その申し訳ない感じもいいよ。なんか女の子に断られたみたいな顔してるな。いい顔してるよお前。本当はここで実力試したいってなるけど、まあでもファールカップないし。じゃあ一応仮に決定しておきますか。ファールカップ次第にはなるんですけど、うん、1ヶ月でできるかと。じゃあもしファールカップが特注間に合ったら、そこ試合決定っていうことで。どうなるんだ、楽しみだぞ。よろしくお願いします。今までにない、なんだろうな、ストーリーというか、つうか。
んねん。話す後ろが俺のこと芝居に来たんですよ、こいつ急に。さっき一発もらったから売り上げ主だけだから。おい警戒できるわ。おい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 、さっき一発もらったんですか。待っとけお前、本線だったから。さっき一発もらったんですか。うん、下でこれやられっぱなしだっておかしいじゃないですか。もう普通になんか歩いとったらなんか絡まれちゃうじゃないですか。そういうとことかでまあ喧嘩、結構なんか目、なんか知らんけど目つけられやすかったんで、ここなのかよくわかんないですけど、それがうん、地元の中学の1個上なんですけど、一番突っ張ってました。安全靴履いて学校来てたんで。怠慢ですね、いつも素で投げないですね。負けるビジョンが見えんし、うん、次なんですけど、日本のプロ格闘家、まあ、ブレイキングダウンよく思ってないプロ格闘家多いと思うんですけど、そのプロ格闘家たちからの応募が来たので、同じグループにまとめてみました。ブレイキングダウンって結構賛否をずっと生んできたと思うんですけど、一番よく思ってないのって多分日の目を浴びてない、もっと努力して頑張ってるプロ格闘家だと思ってて、でまあその選手たちと実際にこうブレイキングダウンの選手、まあ、対抗戦みたいな形ができたらいいかなということで、まあ、ブレイキングダウンでまあ有力選手をひな壇に置いたので、まあ、あとはお互い決まれば試合組むって感じです。ではプロ選手の方々お入りください。ターゲット渋谷、杉本、よろしくお願いします。まあ、ブレイキングダウン、まあ、俺は、まあ、格闘技とはしては、まあ、見てなくて、プロの打撃がどういうものかっていうのを、まあ、身をもって教えてやろうかなと、まあ、そう思ってきました。いつも試合は何キロでやられてるんですか。60で、まあ、スーパーフェザーで、うん、今回今対戦候補者が70キロ前後ぐらいなんですけども、特に問題ありないですか。まあ、1分なんで、まあ、気合で分化しちゃろうかなと。まあ、それの余裕ってことでいいですか。まあ、そうっす、はい、殴り合いって好きですか。殴り合い好きですよ。なんかプロの選手って3分3ラウンドだと思うんですけど、なんかまあ綺麗にこう技術で戦う部分があるなと思って、で結構僕ガンガン、はい、殴り合うのが好きなんで、まあ、ここでプロの舞台で活躍してる選手を僕が圧倒的に勝ったら盛り上がるんじゃないかなと思って、まあ、倒す自信はあります。なんでよかったアマチュアに言われる子で言い返せねえんだよ。やりたいんでしょ。やっちゃうんすよ。弱えよ、怖いよ、弱えんだって。なんでそんな自信がないの。えあビビってんだろ心の中では。ビビってビビってんやろ、来てんやろ。あお前強いんだ。ほんまにお前ら本体から試合でもしたろ。まあ今ここでやったろか。やったろか。ボールンってそんなやったら、ボールンってやる大会弱いんちゃう。もっとこい、ドローしてね。ほらほれどうだよお前。いつもよ。今回は。ビビっとんか。ビビっとんか、これ。おい。できんのか、これ。やったらいいんだ。ほな、どうしてやるや。おい。
お前目がビビっとるやん。杉本さんもねすごい実績豊富ですけどね、うん、いやさっきちょっと取っ組み合いして、正直あの力もめっちゃ弱かったし、あの勝てる自信しかないんですけど。いや、じゃあやっちゃう。じゃあ負けたらどうします？俺全部奪いに行きますよ。正直勝てますよ、さっきの取っ組み合い。力弱すぎです。負けることねえから。だから負けたらどうするんですか？頭丸めちゃうかし。眉毛も全剃りせんか。3年間縛り。ブレイキングダウン側もなんかかけた方がいいんじゃない？プロの人間ここまで煽ってんだから。それやったら倒れるまでが一番取ってる場合です。1分無制限でやりたい。うん、無制限で倒れるまで1分無制限でやるんだ。僕は行けます。いろんなとこ折れちゃうかもしれないですけど大丈夫です。こっちのレギュラー確保します。僕はブレイキングダウンです。うん、1分無制限。1分無制限、もう僕はもともとブレイキングダウン出たかった。楽しい、一番盛り上がってるから。だから僕はブレイキングダウンのルールです。それで負けたらマジで、うん、そう、それで負けたら俺は恥ずかしいし、じゃない？ねえ、だから無制限でお願いしていいですか？不良たちが集まってこう格闘技ごっこお前してんのかな、そんな印象をプロとして違いを見せちゃおう。自称プロですって感じですね。知らないですね。舞台はブレイキングダウンなんで、こっちもまだ負ける気ないんで、ハイレースにします。次の方お願いします。佐垣大門です。よろしくお願いします。雷神僕らより先に出てますから、立ち上げ当初にもアーセンとかと戦ったりして、もう全ての団体出てきてる選手ですね。まあ、自分、まあ、格闘技もう試合離れてるんですけど、また試合したいなと思って、まあ、自分今まで出てきたと K-1 もそうですし、ライジンもそうですし、一番その時に盛り上がってる団体に出てたんで、僕がパーッと見た中で一番盛り上がってる団体どこやろうと思ったら、ブレイキングダウンが一番盛り上がってるなと思ったんで、ブレイキングダウン来させてもらいました。お前が機材もん？他の3人知らんけどお前だけ知ってるよ。ありがとう。お前俺が試合やってやるよ。ありがとう。君あれやね、100人の中の1番になった子やね。そうそう。じゃあ僕1番になった子でお願いします。はい、1番じゃあこの中でいいってことだ。1000万円契約結びます。おめでとう。ありがとう。体重とか合ってるんですか？体重ない。肉の俺体重とかも大丈夫。もうだって喧嘩で一番になった子でしょ。だからあのもう全然そのもう何キロでも大丈夫だから。あの頑張って食べて大きくして。でも俺はお前に1分間なら勝てると思ってる。まあまあ1分だしね。でも喧嘩だったらどっちが倒れるまでやる。で1分っていうこのルールになるんですよ。ちゃんとじゃあ頑張って。ブレーキングダウン1分だからね。でもそれだったら俺はお前に勝てるわ。若いやつの勢いってすごいから、あんま舐めてかかるとやられちゃうんで。まあ、楽しみにします。俺も楽しみにしてます。しょっちゅうプライベートがヤフーニュースになっていくから、その辺大丈夫なんですか？いや、そっちが大変です。大丈夫、大変ですか？そっちが大変なんで。ちょっとやっとこれで格闘技にまた集中できるかなと思って来ました。じゃあ決定しますか。お願いします。よし、負けるしって思ったら来てないし、あのプロとアマチュアの差は見たら分かるっすよ。やってきたら数が違うんで、別に喧嘩じゃないし、喧嘩は先手必勝じゃないですか。別に勘がないし、でもこれはちゃんと1分っていうルールになる。それはもうないっす。まあ、1分っていうその短い時間だからこそ格闘技の技術のため必要だと思うんですけど、生物的に強いやつがやっぱ強いですね。それは俺の多くの強い。
OK、次の人。君あれだよね、あの、ケノスケさんから練習でダウン奪った子だよね。そうですね。まあ自己紹介からいくと、人生初スパーリングでケノスケをワンパンさせました。お前北関東。そうだ。俺も北関東。お前どこで？俺、宇都宮。ああ。お前、強いの？ああ、強いよ。見たら分かんだろ、実力。おい。おい。ねえ、この野郎。あ？待っとけ、お前、知らんとな。知らんやってやるよ。やめんなよ、年上、これ。誰に口聞いてっか分かってんのか、てめえ。知らんよ。おめえの方が知らんよ。行かせない。来いよ。さっきの勢いで。来いよ。お前、行った、お前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 、踊る仲間がおるけん手出しておかげじゃんか、これ。おもろい、おもろい。前回待っとんじゃん、こっち。まあ一旦、交代ですね。もう一旦、そこで、その二人決定です。はい、ですね、うわ、パーにした。まあ、ガタイにもの言わした、ガバオナボって感じですかね。僕が格闘技、僕、実際、趣味程度なんで、試合とかも出たことがなかったら教えてくれる人もあるんですよ。ただこのままただただ趣味で終わらせたら、この何時間を週に1回の積み重なってでかい時間が何の意味になるんだっていう、ただその意味の証明と恩返し、そこに対してのっていう感じですよ。マジでなんか印象もないし、ポケモンのラッタっていうのとそのラッタにとってか、まあ、ラッタやな。あとはもう俺の拳でお前のその顔面を整えてあげるから嬉しいやろ。喜べよ。はい、ここでですね、今後あのブレイキングダウンのね、顔として多分注目していく選手たち4人と、ブレイキングのアウトサイダーだったりから出てきてもらった選手4人、集まってもらったので一回登場してもらいましょう。よいしょ。では合宿組もお入りください。受かるか、お前は。受かるか聞いて。これか。はい、そうだ。お前わかんない、わかんない。これこれ。わかる。すぐ。もう下がるの。よくもいいわ。一回下がる。始まる。なんて殴ってねえで。それはなしだから。なしだ。あんた覚えてる。やつどうだよ。会いたかったぞ、関谷。わかんねえんだ、お前。ごめんな。あ？おめえが殴ってきたからやったんだろ。なんだよ、セキュリティいなくなってからやるでいいんじゃねえのか。今いるだろ、お前。丸の笑いだからな、お前。お前何やってんだよ。一回、一回座ろう。一回座ろう。吉川君、一回我慢しましょう。一回座りましょう。おい、何や。何でお前殴ってきたんだよ。お前気合入ってない顔しとったからじゃ、これ。なあ、お前の顔気合入ってないからじゃ、これ。話せ、話せ。気合入ったか、これ。話せ。気合入ったか、これ。井戸口さん、これやる意味あります？
ねえ、こういう役にさせるんすか俺を。え、こういう役にさせるんすか。向こうはね、ちょっと気合入っちゃってるんで。え、まあ合宿の時からね、ずっと健之介さんとやりたいって言ってて、前回の大阪の時からやってくれや、気合入れて。眠たそうな顔しやがって、お前これ眠いわバカヤン当たる前にふんずり返ってんじゃねえだろ、これしっかり引きずり落とす。俺の相手は関谷、お前は俺だろ。誰来ないで、こっちに。俺は見えない。おい、座ってろ座ってろ。あとか話してたらやっぱ座りそうな顔してんだよ。一回座ってもらえます。分かった、大輔座って。今回あの10回大会なんで、入学と卒業っていうのをかけて、あのこちら側のアウトサイダーだったり、まあ、ブレイキングダウン出てもらってる選手には引退をかけて戦ってもらおうかなと思ってます。俺と負けたらお前引退だってよ。もういいよ、うん、俺に勝てんのかお前。もう余裕だろお前、近く100点出てんだってお前。そうそうそう、お前100回出てんだろお前近く。オッケーオッケーオッケー、じゃあ待っとけ。もう毎回それじゃねえかよお前。塩試合ばっかでよ、人気もなくてよ。お、俺がやってやっからや。おいで。おおおお、まあいいや。まあ、今回一応伝えておくと、第10回記念大会です。皆さんが作ってくれたのが。その10回大会とかメモリアル大会とかどうでもいいですよ。俺はブレイキングダウン盛り上げてきてね、うん、なんでこの呼ばれてさ、このガキに手出されなくちゃならないの。気合い入ってないからやろ。ねえ、どうなの売りたくん。気合い入れたったんやろお前。でももともと俺が監督やってる大阪のメンバーなんだけど、うん、あのこいつだけ、うん、でも彼の前に俺の会見の時からの因縁結構みんな引きずっててさ。何あれ、俺止めに入っただけだから。でもこいつらにはそう映ってないよ。お前売りたい言うて呼び捨てにしとったのそれだけ自分じゃん。お前これもうやらなくて引退でいいよ。俺はこんな会見場で手出されるんだからさ、我慢の限界がある。こっちにもやらんのかねえ。ジョリーの時も殴られて、試合前にビンタされて我慢して、ここでも我慢して。ほな俺がおとなしい、おとなしい定規を座っとってやってくれんのか。ほんだら逆だったらどうですか瓜田くん。俺だって何回も絡まれてるもん。え、そんな殴られたことなんかないでしょ。目の前で見てんじゃ、俺らが何回も絡まれてるよ。でも自分がされた瞬間にそれ関係ねえ、やっちゃえばいいじゃんな。俺も散々調子こかれてきてんだから。やれや。試合はやってやるからここで手出すなよな。やるねんな。世代交代や言うたら、あんなこと続いとったらあかんよ。だからひな壇座ってぬるま湯に浸かってるぐらいやったら、俺がきっちり足引っ張って沈めたろかなと。引きずり下ろしますさ、だら。まあ、ふざけんじゃねえよと思いましたね。いい年してさ、あんなガキに手挙げられて、正直言ってね、めちゃくちゃムカつくけどね。ね、まあ世代交代はどの競技にもあるけど、お前に決められたくねえと思いました俺は。完全決着しかないですね。あんな舐めた態度取られてたらね。あ、どうぞお座りください。お前調子乗んなよマジで。あ、一回座ってもらっていいですか。いやいや、おかしいだろ。あ、お願いします。しよ。あ、ちょっと時間押してるんで早めに。やってんなこれ。ふざけんなよマジで。次誰とやりたいとかあるんですか。一応日経君とリベンジしてほしいっていうのはあるんですけど、そのまだ正直勝てない。しっかりしてるな。俺は一番いいマッチメーカーあるよ、正直。これはもう、この動画で言ってちょっとオファーします。12ネギ VS 溝口さん。12ネギ VS 溝口さん。
俺が溝口さん誕生日っていうこと知ってるんで、全力でリングの上でお祝いしたいなって思っててで、まあ、本も出すんですよね。で僕が負けたらその本を全力で手売りするんで。そうかそうか。僕勝っても別に何もいらないんで。俺と試合してもらえませんか。どうすれば回避できますか。まあ俺か十二日記か。ふざけんなよ。ふざけんなよ。どっちかっす。俺の方が強いよ。なんかさ、この間勝ったけどさ。山川翔太 VS 超12日記2ミドル級ワンマッチクルールアンダー82キロ引いてたのは左の差した俺と特攻隊長だと全然申し訳ないけど実力違いますよ。いや全然練習してるんですか。いや練習するまでもないだろう。練習しちゃったら勝負になんないよ。一回ちょっとやってみる。何を今何すんの。ちょっと盛り上げましょう。何すんの。もう靴下で例え革靴だもん。何すんのよ。何すんの。俺機嫌悪いよ正直。マジで機嫌悪いよ。俺別に何もメリットないからどうする。僕らこれもうこれで終わりじゃね。喧嘩だったら終わりだぞ僕ら。いやどうにしよう俺の方が強くね。キックレキックルールでしょ。しよう。キックルールキックルールだったら負けないよね、はい、お願いします。これさマジここから1ヶ月半人生で一番忙しい日々が始まるんですけど。じゃあ100冊売ります。200冊売るんで。マジで。まあ試合決定でいいっすか。いいんじゃない。しよう。どうしたんですか。俺とやろうやります。いいよ。10回大会俺とやる。俺と。いやちょっとアドレナリン出て判断間違えてない。いや一回さ朝倉未来ですよ俺仕上げて。でもまあ覚悟を決めました。まあ、11月23日はブレイキングダウン10のメモリアル大会ですし誕生日ですし僕が人生で初めて出す本の出版日ですし負けたらね人生最悪の日に変わっちゃうんで。だから12日記絶対に KO 勝ちます。あ、もうなんか失神させてでタンから運ばせてその溝口さんの人生初の病院で誕生日を過ごしてもらうと。はい。その溝口さんも俺結構めちゃめちゃ身長高いイメージあったんですけど意外とそんな身長差なかった、ね、あとは技術でご了承していこうかな。おでん戦の時ぐらいじゃないですか。プレイキングダウン7の時から練習してたんでそれぐらいから覚醒して超になって2になったっていう感じですかね。まあ、僕はやっぱいずれは CEO もうそこまでいったらもう映画じゃないですか。溝口さん倒して日経君倒して飯田さん倒してで俺は CEO になる。それでは最初のグループお入りください。
静かにして。あ、ちょっと静かにしてやってもらっていいですか。よろしいですか、皆さん。栗田さん、中丸さん。後で説教は個別で聞くので話してもいいですか。まずはじめにお謝罪をいただく機会をいただきまして誠に感謝します。まあこの中で一番強さの悟さん、うん、まあ見た目で言ったら一番強さやってやりたかったんですけど、ソンテル君が俺とやりたいっていうのは俺ら輝いて見えてるってことだな。まあぶっちゃけ花あるじゃないですか。うん、まあ、俺は逃げも得意もしねえ、安心しな。いいね、うん、ブレイキングダウン7前日記者会見第4部に移ります。テル君の対戦相手はサトル選手が来てなくて、でなんか YouTube でなんか襲撃されてましたみたいなその動画を出してるんですけど、何者かに襲撃された。運営に一切連絡も取れてない状態なので多分欠場になります。わかりました。まあ、なんか YouTube 上げてんのになんで連絡出ないんだよと思いますけどね、正直。 YouTube 上げてる時間があったらまず運営にその人として連絡してくるのが筋だろうと思います。自分の身勝手で軽率な行動で多大なご迷惑をおかけしましたこと本当に申し訳ありませんでした。本当に申し訳ありませんでした。OK、 サトル君が本当に反省してるっていう旨はもう伝わってます。ウルタさんとかカイ君とかあのミクリ君とも当然話して、で今日この場に来てもらってるんでもう伝わったんでお戻りいただいて大丈夫です。ウルタさん分かります。大丈夫です。元気だった。もう思う存分自分のもう自分らしさを出してください。はい、あれまた出場しに来てくれたんですか。はい。お。42時間かかりましたサンパールから。ただで帰らないです。もうドタキャンダメだ。はい。成長しました。座ってもよろしいですか。まあここからは気を使わないで。大丈夫です。ここからは気を使わなくていいってよ。なあ、ただいま。まあそれがサトルだから。なるほど。OK、 じゃあ自己紹介と意気込みを、まあ、前回松井君に勝利したサップさんですね。大阪から来たサップです。またブレイキングダウン10盛り上げるためにねまたやってきました。誰とでもいいんでねやらしてください。ちょうどサトルがいるよ。そうそう、ちょうど俺びっくりして狙ってて。強いの。おー強いわ。サップにしない。そう、ちょっと帽子取ってよ。一つだけ聞きてんだよな。そろって髪の毛もう入ってくねえのか。うん、どこが重さに引き上がるんだ。うわっ、サトル落ち着け。サトル
落ち着こう。どうなってんだよ。サトル落ち着こう。サトル、サトル、何一回ちょっとサップと話して集団でやるのやるしげえやろうじゃねえか集団じゃねえから集団じゃねえサトル集団じゃねえからおいってからも覚えとけよこれカス OK 一旦座りましょうアンディさん座りましょう一旦その皆さん座ってくださいもういいシェ今やめろやめろやめろサトルだおい俺取りろ俺取りろ寄ってたやってやるんだ寄ってたやってやるんだ収容を助けに行くんだおい落ち着けサトル頼む一回落ち着け一回落ち着けおい面白いじゃねえかやろうやサップせんのひげひげひげ一回これサップとサトルの話だ風に吹けてやるからやめろ他入るな腕折れてるっす誰椅子で腕折れてるっすちょっと見ておくおいサトルこれおいサトルどこおんねんお前これおいカメカメカメ引いとけおいお前ちょっと一旦引いとけ俺が次にも止めたんだサップと二人で二人で二人で周りは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 意外にしようよ一回止まろう一回落ち着けっつってんだよ勘違いすぎだこれおい一回引けさっきの顔もくれるから一回止まれみんな一回座れよ一回座ろうみんな座ろうみんな座ろうさっきの怪我はこれどうなの手どうですか手大丈夫ですか試合したいで試合したいで俺代わりにいるんでねえみんな座ってみんな一応病院いやでも動いてるんでできるはできるんですよこれああ本当だ大丈夫だから一か一か月じゃあサップにしなりと試合だけ組んでくださいお願いしますお願いします試合だけ組んでください誰でもいいですわ OK ですそうしましょう一回来るサトル一回呼ばれるよサップにしなりと一対一で堂々と試合しろサップにしなりと一対一で堂々と試合どうせるのか分かりましたじゃあ話はしない方がまた始まってまうまあいいやもうじゃあ試合決定で試合決定でいいんじゃない試合決定でもうもうはけろはけろはけろもうサトルもういいよいいそれもう今今日はいい試合決定します試合決定しますお願いしますありがとうございます俺がしたんだよ俺がしたらこうなんだよお前あいつの歯何本か取りてえな歯3本ぐらい取りてえよそしたら仲間たちもお喜びしてくれるんだろうハゲ吹っ飛ばしてやるよ悟さんは歯を3本折るって言ってありましたけど俺どこ折ったのかねどこ折ってほしいですかちょっと歌わねえねあの編集あったりましょうかあの試合とか県外だったらもう終わりやからねあれちょっと教育してあげますか